ウサギか。あれは雪ウサギだ。なんだ、白い毛並みは日照時間の短い冬のもののはず。あれは日の当たらない室内で育てられた。なるほど、こりゃこの半隠れのコピーシャリンガンのカカシがいたんじゃな。全員伏せろ。ももちザブザ君じゃないですか。邪魔だ、こいつはこの間の奴らと桁が違う。こいつが相手となるとこのままじゃちときついか。シャリンガンのカカシと見受ける。お前ら万事の陣だ。手綱さんを守れ。お前たちは戦いに加わるな。俺と戦え。それ以上に怖いのはその目で相手の技を見極めコピーしてしまうことだ。俺様が霧隠れの暗殺部隊にいた頃、携帯していたビンゴブックにお前の手配情報が載ってたぜ。それにはこうも記されていた。1000以上の術をコピーした男、コピー忍者のカカシ。お話はこれぐらいにしとこうぜ。俺はそこのジジイをさっさとやんなくちゃならねえ。つってもカカシ、お前を倒さなきゃならねえようだな。カノンのチャクラを練り込んでやがる。忍法霧隠れの術。まずは俺を消しに来るだろうが、奴は霧隠れの暗部でサイレントキリングの達人として知られた男だ。気がついたらあの世だったなんてことになりかねない。俺もシャリンガンを全てうまく使いこなせるわけじゃない。発火しましょう。え、何なの。喉頭、脊柱、肺、肝臓。さて、どの救助がいい。安心しろ、お前たちは俺が死んでも守ってやる。それはどうかな。水分子の術。コピーしたっていうのか。動くな。終わりだ。